チャオ、まひろです。7月1日の睡眠レポートを見ていこうと思います。いやー、7月ですよ皆さん。今月もよろしくお願いしますね。はい、ということで、見ていきましょうか。今日は100取れませんでしたはい。で、睡眠タイプはなんだこれ。計測できなかった時間。なるほど。ちょっとね、持って歩いてたんだよね。今日早めにちょっとね、出なきゃいけない用事があって。まあでもぐっすりですね。はい。で、寝るときは、なんで寝たかなちょっと忘れちゃいました。昨日なんて言ってたっけ。チャンネル登録と高評価よろしくね。はいはい、お腹の上に可愛い子ちゃんがいて、左側から見ていきますか。木がいます、マネネがいます、木がいますでかいのいます。新しい寝顔だ。オーダイルだね。はい、威嚇ね。威嚇してるんだ。はい、こいつ星4あるのはい、じゃあ一気に、取っていきたいと思います。でかいのに、何カビゴンの上で寝るのカビゴン死ぬんじゃねえから。はい。さあ、ということで、どうしようかな。ドロークを取っていこうかな。チャンスは来てくれませんと。マネネかな。オーダイル、ちょっとゲージがね、多すぎるよね。マネネにあげておきましょうか。成功来いはい、ゲットまでは頑張んなくていいかな。はい。さあ、今日の1枚は、オーダイル、カメールにしておこうか。はい。さあ、ということで、今週は、昨日言ったように若草に来ましたね。はい、ちょっとね、みんなちょっと回収していかないといけないから、とりあえずなんか適当に組んでみますなんか身もそんなに合ってない。この何の実？ヤチェの実は合ってんだけど、とりあえず、この右竜、白竜の方をちょっと育てたいのと、この、うつ丼うつボット、あれどっちだっけの、レベルを上げたいのと、オーダイルはちょっと身を合わせるために、入れてますね。プクリンちゃんは、エースなので外れることはありません。はい、ということで今週はちょっとメンバー変えながらね、それとね、料理の方はカレーになりましたね。もう3週連続カレーつらいんだよほんと。はい、ということで皆さんは、どこに行ったのでしょうか。よかったらコメント欄で教えてね。明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。